はい、こんにちは。沖縄おばばです。今日はラーメンです。はい、今日のラーメンはこちらのラーメンを作りました。はい。えーね、えー、国産小麦のね、えー、鳥刺商店のラーメンでございます。えー、化学調味料も不使用となっております。えー、この会社ね、ベジタリアン用のラーメンも作ってるので、えー、でもね、沖縄だと送料高いんですよねー。 はい。えー、ね、もうちょっとね、送料が安かったらって思います。はい。なんせ送料2000円取られるんでね、<laughs> ちょっと、なんですよね、頼むのちょっと躊躇しちゃいます。はい。まあ、これはね、えー、あるハンプ会でね、えー、フェリシモさんで、えー、取ったものなので、送料はかかっていません。はい。<laughs> えー、ね、ベジタリアンの用のね、ラーメンもね、やってくれればいいなと思ってます。はい。えーと、 はい、えー、というわけで、えー、なんというかね、お昼の雑談です。はい、えーとですね、えー、先ほどの動画にあげたように、えー、なんていうのかな。まあ、知ってる人は知ってますね、これね。えー、うのね、ちゅうちゅうのね、れんれんごうごうがね、えー、例のね、人の口のね、さサクくさくのね、げんげんをね、 えー、容認していると。はい。まあ、簡単に言っちゃうとそういうことなんですよ。はい。そういうことです。はい。えー、まあね。どういう目的があってそうしてるかっていうのは、ああ、おいおいね。わ、えー、かってくると思います。はい。えー、一応ね、何度も何度も紹介してるんですけど、ヴィーナスプロジェクトですね。はい。ヴィーナスプロジェクトと、おー ね、スライブです、スライブ。あの二つが鍵になっています。はい。えー、ヴィーナスプロジェクトを、えー、ぜひね、皆さんもう一回見て、何が起きているのか。後半部分ですね。えー、彼らの目指す地球です。はい。あれが彼らの目指す地球の姿です。何が、あ今までの地球と違っているのか。よく、よく考察してみると、 いろいろなことがあ見えてきます。はい。そして、えー、黒、黒の人たちと白の人たちはまあ全く違うんですけど、まあ黒の人たちは、まあね、このね、す、え、べ、ー、てのね、すべてのね、人をね、えー、いわゆるう、サクッと上場してね、えー、まあね、まあ、い、い、運よくね、えー、運よい、 よくね、えー、こう、生きてる人はね、どの例にしてしまおうというのが、それが苦労なんですけど、白はもうちょっと違う見方をしています。はい。でもね、えー、まあ、こういうことを言うとあれなんですけど、減らすっていうね、そういうあれはね、一致してるんですよ。はい。えー、これはね、えー、多分彼らはあの、地球の人じゃないんで、 えーね、えーまあトップですね。彼らのトップは地球の人じゃないんで、まあ、まあ、そういうことなんですよ。はい。まあ、ね。なので、えー、トラトラちゃんもね、なんでああいう発言をしているのかっていうと、お、これを考えれば全ては、わかります。はい。えー、まあ、見てない人はね、えー、もう一回、あのー、 なんて言うのかなあ私のね、えー、とこの動画削除してませんので、はい、ヴィーナスのプロジェクトとね、えー、スライブのところですね。はい、スライブが紹介してる動画があるんですけど、それをもう一回、えー、見てください。はい、探してみてみてください。はい、えー、まあね、そういうことですよ、つまりは。はい。で、まあ、なんていうのかな まあこれは後にしよっか。もう、もうね、これ以上言ってもね、えー、混乱を起こすだけのような気がするんで、えー、また、あほどということにします。これ以上のことはね。はい。そういうことです。まあ、ビーナスプロジェクトの後半分をよーく見てください。それで今の地球の状態とどう違うのか、よーく観察してください。あれが彼らの目指している地球です。はい。えー、まあ、 簡単に言うとね、えー、お金のない世界で、す、え、べ、ー、てのものをすべての人が共有する世界ですね。はい。でもそのためには何かをする必要があります。はい。何でしょうということです。はい。そういうことですね。はい。えー、まあ皆さんもね、美味しいお昼をね、お過ごしください。ちなみにね、これ具ですね。具は白菜ですね。白菜を炒めたものと、えー、アボカドと、サーモンですね。サーモンと、あと、 ゆで卵でございます。はい。そういうことです。はい。それではね、ぜひぜひ皆さん、あの、楽しいお昼を過ごしてください。沖縄おばばでした。